ルカワは、広島県広島市中区にある地区。広島市最大の観楽街であり、居酒屋、バークラブキャバクラ、ゲイバーなどの飲食店や、遊興施設などが立ち並ぶ。広島市中心部、八丁堀地区の東南に位置する。広島本通り商店街や神谷町、八丁堀も徒歩県内であり、隣接する、野源堀、新天地と一体的に広域な商業圏を形成している。 ルカワとヤゲンボリの間に中心地と呼ばれる、観楽街もあるが抗義ではルカワに含まれる。ヤゲンボリの東はかつて遊郭であった弥生町となる。町名は、広島市中区ルカワ町。郵便番号730-0028。住民基本台帳に基づく2015年9月30日。現在の人口は190人。2010年10月1日。 現在の面積は0.04137695平方キロメートル。1880年の広島市。広島城外堀の右側、京橋川が大きくカーブする付近の高地が、出径園であり、そこから道沿いに、下へまっすぐ伸びる細い青色がる川。江戸時代、広島城の城下町であった、この地に、広島藩主の別邸、出径園から小川が流れていたことに由来する。 1913年に埋め立てられ川は減損しない。埋め立てられた通りをルカワ通りと呼び、この通りを中心に多くの飲食店が軒を連ねている。一般の歓楽街の顔が最も大きいが、ゲイバーなどが集まるゲイスポットがあることでも知られる。2013年時点で、ルカワ界隈にはゲイバーが30店ゲイ系店舗トータルでは37店所在している。 全国展開していた発展旅館、気楽会館の本店があることでも知られている。ただし、一般の観楽街の顔が大きいので、通り過ぎただけではゲースポットがあると気づきにくい。ありがとうございます。